学生です。嫌なことがあるたびに筋トレをしてたら自分は日常の全てに嫌悪感を抱いていることに気づいてしまい、生きがいが筋トレになってしまいました。今は半ば筋トレ依存になり筋トレしてるから自分は最低限価値があると思い込み、筋トレ以外ログな努力をしてません。こんな自分にカツを入れてください。あの、まあ、僕筋トレたまにお勧めしてるんですけど、あの、筋トレ僕ほぼしないんですよ。 あの、20代の頃は寝る前にたまにしてたりとかしてるんですけど、僕も多分最後にやったのは何年前っていうぐらい筋トレなんかしないんですけど、とはいえその筋トレそれだけできるってことは多分努力家なんですよね。なので、あの、次回から筋トレをするときに英単語1個だけ見て、その英単語を言い続ける筋トレをしてみてください。 そうすると、その毎日筋トレをすると英単語1個覚えるじゃないですか。っていう感じで、その、まあ、英単語じゃなくてもいいんですけど、その筋トレをするっていうのと一緒に別の何かを努力して覚えるっていうのをやって、役に立つ努力にそれをちょっとずつ変換していってください。あの、努力をできるのはある種の才能なので、それが今筋トレに向いてると思うんですけど、そうじゃなくて筋肉以外でもその役に立つ方向に、その努力のエネルギーを使うといいんじゃないかなと思います。